皆さんおはようございます。さっき起きました。今日は2人とも夕方から仕事なので、それまでちょっとご飯食べたりダラダラしたいと思います。ねえ翔ちゃん。はい。翔ちゃんは今 YouTube を見てます。僕は今からパスタを、お昼ご飯でパスタを作りたいと思います。とりあえずご飯を食べようってことになったんですけど、翔ちゃんがパスタ食べたいって言うからパスタを作ってます。でも冷蔵庫の中見たら全然材料がなくて、でも玉ねぎあったから玉ねぎと、あとハムも残ってたからハムで作りたいと思います。しょうちゃんどれくらい食べる？150。あ、しょうちゃん6分かかって、6分。暗くなっちゃうな、これ。うん。いい匂い。熱い。熱いよ。夏の台所は熱い。寝癖がやばい。そういえばこの間久々にカズエちゃんと会ったよね。カズエちゃんだいぶ日焼けしてたね。なんかアメリカに行った話とかいろいろ聞いて、すごい羨ましかったね。いいなと思ったよね。てかさ、パスポート作りに行かないと。まだ作ってないんです。最後に作ったのいつだっけな。学生の専門学校の時にさ、なんかホームステイに行くからって作って、もうそれ以来だな。翔ちゃんたまに覗きに来てもいいんだよ。気をつけてよ。はい、というわけで完成しました。できたよ。食べよう。フォークでいい？お箸がいい？お箸。結構お腹いっぱいになりそうじゃない？うん。食べる。うん？食べようか。ああ、食べきれなかったらね。ごちそうさまでした。おいしかったね。うん。ちょっともうちょっとゆっくりしよう。ちょっと寝るかな。あ、寝るって言っても俺あと15分くらいしか寝れない。なんで？もうそろそろ？うん、もうそろ準備して。3時。ちょっと次の電車に乗ればいいかな。準備って何の準備するの？え？歯磨いたり。1時間かかる？かからない。
軽く締めだけ取っとこうかな。はい、というわけでですね、今日は起きてから仕事に行くまでの、なんていうのかな、うちらの、僕たちの日常的なところを撮ってみました。はい、夕方からね、仕事の時はだいたいこんな感じだよね。はい。はい、はい、というわけで、この動画が気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッターもお願いします。ではまた。